ウェード・パトリック・エリオットは、イングランド・サウサンプトン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。少年時代は、サウサンプトン FC のユースチームでプレーするも、上のカテゴリーへ進むことができず対談、イングランドナナブリーグに属する、バーシュリー FC へと席を移す。その後、大学に通いながら、バーシュリーでプレーを続けていたが、 元 AFC ボーンマスの選手であったジミーケースの計らいでボーンマスのトライアウトを受験し、これに合格を果たす。1999年2月にボーンマスと正式契約を交わすと、2005年までの在籍期間をチームの大黒柱として君臨、フットボールリーグ2の年間最優秀選手を受賞するなどの栄光を得た。2005年からはバーンディー FC でプレーをしており、 2008から09シーズンにはチームとしてプレーオフの末にプレミアリーグ昇格をつかみ取りエリオット自身も30歳にして初めてプレミアでプレーすることとなった2011年8月バーミンガムシティ FCA 移籍2014年1月28日にブリストルシティ FCA ローンで加入すると同年3月4日にその期間を延長翌シーズンからは 同クラブへ完全移籍し、キャプテンに就任した。同シーズンのフットボールリーグ1と、フットボールリーグトロフィーの2巻を置き土産に現役を引退し、クラブの U-21 部門で監督を務めることとなった。2016年6月7日に同職を辞した。ありがとうございます。